第9代ダービー伯爵第9代ダービー伯爵、ウィリアム・ジョージ・リチャード・スタンリーは、イングランド王国の貴族、政治家。1656年から1672年まで、ストレンジ教の儀礼称号を使用した。第8代ダービー伯爵チャールズ・スタンリーとドロシア、ヘレナ・カークホーベンの長男として、1656年3月18日に、生まれた。 1672年12月21日に父が死去するとダービー伯爵の尺を継承した。1684年3月3日から1691年3月9日まで、チェシャー副帝徳とランカシャー副帝徳を、1676年から1687年と1688年から1689年まで、ランカシャー当官とチェシャー当官を、 1702年6月から11月まで、ランカシア党官と、北ウェールズ党官を務めた。また、1685年のジェームズ二世退官式に参加した。1702年11月5日に死去、息子が創生したため弟ジェームズが、ダービー伯爵の爵位を継承した。ストレンジ男爵の爵位は2人の娘の間で、保持者不在となったが、1714年に、 次女エリザベスが死去すると、長女ヘンリエッタが爵位を継承した。第9代ダービー伯爵は、オルムズカークで埋葬された。1673年7月10日、エリザベス・バトラーと結婚、一男二女を設けた。ありがとうございます。